心地いいぐらいの。いい感じです。ああ。ダンスね。ああ。ああ。ああ。こんにちは。体重はもう落ちてないんですけど、はい、ちょっと体型は痩せてきてて、あ、でも見た目で痩せてるのはなんとなくわかりますよ、はあ、はい、姿勢も良くなってますし、そう、だからなんか前履いてて細いズボンとかも入るようになってきてるんで、ああ、良かったです。今日はなんか田野さんすごくお疲れなんでなんか申し訳ないんで、今日は私が田野さんを揉みたいと思います。あ、やった、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、なんか腰やばそうじゃないですか。はい、なんかこの辺の盛り上がり方が、あ、そうなんです、その辺がやっぱり、はい、はい、なんかちょっと背中の丸まり方というかすごいですね、なんか体がやっぱりちょっとやっぱ右の方が辛いですか。なんか右の方がここら辺は硬いというか盛り上がってる感じがありますけど、まあでもそこまで左右差はないですね。あ、本当ですか、すごいな。なんかもう踏んじゃいたいんですけど、踏んでみてもいいですか。いいですよ。踏んですか。はい。心地いいぐらいの感じです。あ、よかったです。だから第1回目の時と比べると締まったっていう感じですよね。はい、いや、エステですごいのは、はい、肉質が変わるんですよね。こう始めた当初めちゃくちゃ痛いんですよ、機械が、はいはいはい、もう硬くなってて冷えてて、はい、流れない体だからめちゃくちゃあざらけになったんですよ私、はい、そう。でもなんかやっていくうちに痛くなくなって、肉質がね、あの柔らかくねなるんですよ。だから揉まれても平気になるんですよ、やっていくと。そうそうそう。だからまだ肉は残ってるんですけど、多分落としやすくなってきてるから、まあなんか時間の問題かなみたいな。はい、まあなんかよっぽどこれから変な風にしなければ。まあ、それもちょっとだんだん落ちてくるんじゃないかなと思ってます。はい、痛いですか。ちょっと良くないですか、つま先押しは。いやいや、全然大丈夫ですか。はい、
嫌な痛みではないですか。はい、大丈夫です。はい。今気づいたんですけど、こうやって天井で突っ張ればグッと入るなと思って。はい、ああ、そうですね。はい。だいぶいい感じですよ。そうですよね。これ多分手押しじゃ無理なやつだと思うんですよ。はい。ああ。こうやってますね。ああ。だいぶいい感じ。いい感じですか？よかった。私的にもいい運動になりそうな立ちっぱなし辛いですね。辛いですよ。私30分でも立ちっぱなしって多分嫌だな。きついな。結構しんどいですよ。すっごいしんどいですよね。あ、でもほぐれてる。はい。よかったよ。私普段立ちっぱなしって、もう腰ごとして立ちっぱなしじゃんって思われるかもしれないですけど、はい、持たれてるっすからね、こうやって。あ、まあそうですね。あれ違いますよね、全然。はい。なんか大変でしょうってよく言われるけど、多分普通にただ立っている整体1時間、2時間やってれば全然楽だと思う。いや、楽ですよ。ね。あと多分この動きは体が慣れてるから。あ、そうですね、そうなんですよ。別に無理して頑張ってやってるわけじゃないんですよね。楽なんですよね。そんなだって2時間とかだったら疲れたって感じにならないですもんね、そういうことだけだったら。硬いね。ほぐれます。
ましたね、もう踏んだので。はい。お。さっきなんかもう押せないぐらいな硬さ感じましたけど、はい、今だと押せるぐらいになってるんで。でもやっぱり眠いのには常に耐えてますね。あれですよね、その手術とかしてて、はい、お客さんが寝ちゃった後って、はいはいはい、眠くなりませんか？めっちゃ眠くなりますね。あの人の寝息って眠くなりますよね。なるなるなる、誘われますよね。はい、わかる。だから2時間コースで最初10分とかで寝られると、はい、結構残りしんどいっすね。格闘です ね, ね。どうやって起きてようって思って。はい。硬いね。口コミに書かれてたことがあって、これ寝てないんですよね。あ、そうなんですね。はい。喉乾いてくるじゃないですか。はい。喉乾いてくると鼻も乾くじゃないですか。で、そうなってくると普通に呼吸をしてるのにちょっと寝息っぽくなっちゃうことを。ふんふんみたいな声が出ちゃうっていうか。はいはいはい。で、それが、お客さんからしたら寝息を立ててましたみたいに感じたらしくて。そうだったんですね。私の担当の人は寝息を立てて、はい、ね、寝てましたみたいな。ああ、まあ。また自分の話して恐縮ですけど、お腹平たくなってきたっすよ。はいはいはい。はい、下っ腹が落ちないなとか思ってたら、それは一番最後の部分らしいんですよ。落ちるのが。なんか座ったり寝たりが多い人ってここゴリゴリしてるんですけど、はい、でもさ、やっぱそういうことが少ないというかゴリゴリしてないですね。まあ、そこはそんなにその疲れた感もないです ね, ね, ねあのここ結構コリが多い人多いんですけど、はい、あんまないから多分そうなんですね。やっぱり姿勢立ってるが多いから。まあそうですね、立って座ってみたいなのは動きはないですね、うん、ずっと立ってるだけ。立ちっぱ足は疲れそうですね。足すっごい疲れます。フラフラになって帰ってますよ。
え、しかも自分で運転していくんですか。そうです。電車ないか、時間が違う、夜中とかだからか、朝の帰りが、うん、まだ始発がない時間。そうですね、うん、だいたい夜7時ぐらいに出て、夜7時出て、はい、で始発が動く前に帰る感じですね。あ、なるほどですね。早い時で1時とか、あ、で遅い時だともう朝6時7時までかかったりするんで、あ、なんかね、その行きはまだいいけど、疲れて帰ってくるときにまた自分の運転でっていうのがきついですね。いや、それが一番しんどいんですよ。ね、眠いしね、怖いですよね。そうそうそう、だから行きはなんともないんです。うん。でもやっぱり帰りがもう眠くて眠くて。そうですよね。もう、なんならもう4時超えたぐらいから、集中力も切れてるし、眠くてしょうがないし。そうですよね。家に帰っても痛い。ここがまたすごいな。すぐ寝れますくわけじゃないし、あ、すぐ寝れるわけでもないんですか。うん、まあ、お風呂入ったりしますもんね。そうなんですよ。あ、いたたたたいたたたいたたたいたたたきついですか。いや、大丈夫ですか。大丈夫です。あの、左側だから、はい、やっぱ右と比べると、あ、感じ方がね、うん、はいはい、あ、凡人なんで。あ、痛かった、
気になってたふくらはぎ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか？いやもうすっきりしましたよ。よかったです。さっきまでこう頭もぼーっとしてたのがすっきりしましたね。ね、なんか目ももうパッチリしてます。はいはいはい、助け合ってね。はい。はい。絶対指導士も助け合って。はい、ハートさんと私でダイエット勝負しようかなっていう。そう、ちょっと体力つけたいなと思って。体重何キロだと公平じゃないから。はい。例えば体脂肪を何パー減らしたかと。写真送ってもらえれば、はいはい、私もエッセイで測ったりするんで、まあ、緩く、緩くやっていきますか。緩めに、はい、ちょっとなんか、不正しようと思えばできちゃうやつだけど、まあお互い不正をしないと、ルールで、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。はい。はい、もう動画の方はストック溜まってきたんで。よかったです。はい。じゃあもう丹野さんのは締め切りになりました。施術は受けられるので、はい、あとうちも貸し出してるので、はい、リラクエアでやって、みたいっていうのがありましたら、丹野さんにご連絡いってください。はい、それは、リンクを貼っておきますので、そちらからお願いします。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。丹野さんのね、登録の、はい、丹野さんのチャンネルも貼っておきますので、ご興味のある方は。はい、ぜひお願いします。はい。See you!